シェアハウスのタダで建つっていうのポイントはですね、キャッシュフローなんですよ。これが今日の、セミナーの最大ポイントです。キャッシュフローがないとタダではうちは建ちません。キャッシュフローがあればタダで建ちます。お金を出し続けないで済む、お金が入ってくる、入ってくる、タダじゃなくて儲かる、住みながら儲けちゃう。で、儲かった金がどんどんローンで返されていく。で、いつの間にかローンも終わっちゃってる。あれ、私お金出してないんだけど。これがタダっていう。じゃあキャッシュフローを生むにはどうしたらいいかというポイントはあります、ね、それはまず一つ、三つに、のポイントが、三つの要素があります。それはまず効率的な賃貸手法でなければならない。いわゆるそのオフィスなのか店舗なのか賃貸、住宅なのかで、まあやっぱり安定的収入というとレジデンシャルの住宅ですよね。賃貸ですね、一般賃貸ですよね、住宅の賃貸。そうすると 1DK なのか ワンルームなのかファミリーなのか、あるいはマンアパートなのか、まあ一般賃貸。それともう一つ、今皆さんが興味を持たれている最近特に騒がしくなってきたシェアスタイル、シェアハウスですね、ゲストハウス、ね、ここのことになりますけれども、まあこうやって皆さんが来られる、興味を持たれるのにね、当然のことがあると思いますけど、確かにシェアは儲かるんです。間違いなく儲かります。だからこうやって来ていらっしゃると思うんですけどね、いろんなポイントがあるにせよ効率的がいいんですね。効率がいい、それそうですよね。だって貸さなくてもいいキッチンを貸しちゃうんですから、キッチンスペースを貸しちゃうわけですから、部屋だけ貸しちゃいますから、貸す部分が多いですからね、当然これ儲かりますよね。で、水回りだって1個でいいんですから、5人に対して1個でいいんですよ。1個に対して1個つけてったら設備費だってバカにならないですし、まずスペースがないですね。で、それで考えていくと、あ、それは得だなって誰だって分かる理屈なんですよ、ね、だから当然効率的であるということは、これは一つの儲かる手法ですから、これは賃貸手法の中で何が一番儲かるかなって言ったら、当然シェアの方が儲かります。だからシェアをまず選ぶ必要性があるということです。それから有益な建築方式っていうところなんです。これが分かんないでしょうね。なんじゃ有益な建築方式っていうのは、要するにやはり同じように効率のいい、より儲かる、貸しスペースが多い、そういう建築方式っていうものがあったとしたらいいじゃないですかね。で、そういう有益な建築方式、これは大きなポイントになると思います。有利なローン融資ね、これが一番大切ですね。これがキャッシュフローを生み出す最大ポイントですね。要するに今新築の話しますけど、新築ではまあ長くいいんですけど、今皆さんもご存知のことと思いますけどね、ある通達が出てますね。何の通達かというと、例えば中古を買う場合には建物の残存年数というのがありますよね、まあ、木造だったら20年だとか、RC だったら35年だとか、鉄骨だったら何年だとかってありますね。それを経った年数から残った年数に対してローンが効くんですよ。だから木造なんか20年も経ってたらもうほとんどローンが効かないんですね。効いても3年とか4年で返しなさいなんていうとどうなります？キャッシュフローどころじゃないですよ。金つかなきゃなんない。利回りはどんなに動いたって金は継がないから、という現実が出てくるわけですね。だからじゃあそれをじゃあもう木造でもいいからね、20年も経ってるから20、30年貸してくれよなんて、なんでそんなことができたらね、金浮くでしょまずとにかくそういうようなね、有利なローン、どういう有利なローンがあるのか、それが現実的に可能なのか不可能なのか、この3つです。この3ポイントをきちっと仕上げればタダで貸します、間違いない。
というのが今日のセミナーの組み立てですね。